チャンネルのショーです。さあ、手にちょっと今見えてたと思うんですけど、そうです、年末にアップしました年末ジャンボの、今日は確認にやってきました。そして今日はいい日です。いい日なんですよ。1月11日です。そうです、ゾロ目の日でございます。さあ、ちょっと運があるんじゃないかなということで、ちょっと確認しに行きましょう。さあ、年末の時はゾロゾロ人がいたんですけどね、今日はすっきり。元セブン。年末ジャンボの主な抽選結果はこちらです。1億すごいね。年末最後の日じゃん。インターネットの宝くじ公式サイトでもご確認いただけます。あ、でもロト6も2等が当たってるよ。12月ぐらい。うん。うん、お借りいたします。スクラッチが一番、そちらはお調べじゃないですか？お願いします。あ、こちらまだ開けてらっしゃらないんですかね？はい、お借りお分けしてよろしいですか？はい、では失礼いたします。楽しみですね。いいのが入ってるといいですね。大丈夫です、一等が当たってます。枚数の機械で数えさせていただきます。一番の画面でご案内いたします。いやいや、わからん。あ、終わったわ終わったわ。これ何だったんですか？100円の、ちょっと待ってね、日日本宝くじですか？これはいつ？1月24日ですかね、抽選日が。うん、まあまあ楽しんでくれたまえ、それは。はい、じゃあ確認今はしてもらったんですけど、撮影もやってたんで、見てて分かったと思うんですけど、年末ジャンボの方は300円が3枚当たりまして900円でした。でスクラッチが200円が当たりが1枚あったので、まあ、合わせて1100円だったんですけど、3種類を10枚か、まあ、30枚買ってたんですけど、まあ、その中から1枚ずつ300円が当たったということで、まあ、なかなかの確率で、まあ、普通こんなもんじゃないかなとは思います。なんでさっき調べてる時に高額当選が出た時はあそこに赤い文字が
デンって出るんですよね。ちょっと期待したんですけど、気づいた時にはもう28、9、30だったんであ、もうないわと思いましたということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。